桐生さんとご飯食べるの楽しいな。お、もう緊張しなくなったか。はい、さすがにもう大丈夫です。でもこうして2人でご飯食べてるとなんかデートみたいですよね。ん？違うのか。俺は小雪とデートしてるつもりだったんだが。 だってデートって恋人同士のそういう。え、大丈夫か？すごい慌てぶりだな。そりゃそうですよ。もうせっかく緊張しなくなったのにまた緊張してきちゃった。でもその店長とキャストがデートって 業界的にルール違反じゃないですか。もし仮にルール違反だとしても構いはしないさ。俺はそんなルールよりも自分の気持ちに従って生きていきたい。桐生さん、そうですね、恋愛禁止で諦めるような恋愛は 恋愛とは言わないのかもしれません。ルールがどうあれ、桐生さんと今日ここに来れて私嬉しいです。小雪もそう思ってくれるのか。はい、桐生さんも同じ気持ちですか。ああ、もちろんだ。ずっと来たいと思っていたんだ。桐生さん、そんなに私のことを。 本当に楽しみだな、寿司。うそ、近い。しかし大した慌てっぷりだったな。小雪はあまりデートはしたことがないのか。そのなんていうか。どうしたんだ、何か言えないことでもあるのか。 桐生さん、笑わないでくださいね。実は私今までその男の人と付き合ったこととかなくて、デートとかそういう恋愛の経験が全然ないんですよ。そうなのか。ちょっと意外だな。ですよね。 やっぱり21にもなって恋愛経験ないのっておかしいですよね。小雪を放っておくなんて男たちの見る目がねえんだな。桐生さん、そんなこと言ってくださるの桐生さんだけですよ。お世辞でも嬉しいです。ありがとうございます。 お世辞じゃないさ。お前は十分魅力的だと思うぜ。別に恋愛経験がないことは悪いことじゃねえ。引け目に感じることはねえさ。ただもし本当に好きな人ができたらそのチャンスは逃がさない方がいいぜ。はい、ありがとう。ございます。絶対に逃がさないようにしよう。ん？ 何か言ったか。<笑>何でもないです。しかし恋愛経験か。小雪は可愛いしもっとモテると思っていたな。全然ですよ。中高と女子高で大学も女子大ですから出会いがそもそもあまりないんです。でも女子高でも彼氏いる子はいたからな。 おお、そうなのか。はい、だからやっぱり私のせいな気がします。やっぱりセクシーさが足りないからかな。セクシーさ。はい、私童顔だしスタイルも別に良くないし、セクシーな魅力ってほぼゼロじゃないですか。私それが結構コンプレックスなんですよね。男性は基本的に
セクシーなスタイルのいい女性の方が好きですよね。いや、そんなことはない。俺は人間大事なのは中身だと思うぜ。スタイルがどうだろうが、薄っぺらい人間と付き合う気にはなれないな。スタイルを気にするやつも中にはいるかもしれんが、そんなやつは相手にしなければいいさ。キリュウさん、本当ですか？模範的な回答すぎて逆に怪しいですよ。俺は本気だ。だから小雪にはすげえ魅力を感じてるぜ。お世辞でも嬉しいです。ありがとうございます。私も桐生さんにはそこはかとない魅力を感じていますよ。ありがとうな。まあコンプレックスなんて自分が気にしているほど他人は気にしてねえもんさ。小雪は十分魅力があるんだ。堂々としてりゃいい。そうですね。桐生さんの発言には重みがありますね。恋愛マスターって感じです。そうでもないさ。でも実際どうなんですか？いろいろな恋愛をされてきたかと思うんですけど、よかったら桐生さんの恋愛について少し話を聞かせてほしいな、なんて。今も俺は恋愛中だぜ。え？そうなんですか？その誰かと付き合ってるとか？付き合ってはいないが、気になる女性はいるかもな。そうなんだ。それって誰ですか？私の知ってる人。さあどうだろうな。もしかしたら小雪かもしれねえぜ。桐生さんったらもうからかわないでくださいよ。からかってるつもりはないぜ。現にこうやってデートしてるしな。もう桐生さんって口説き上手なんですね。その手には乗りませんよーだ。